続いてご紹介するのがこちらのスポーティーなスマイリーシリーズをご紹介していきたいと思います。はい、じゃあバッグ2型をご紹介していきたいと思います。まずご紹介するのはこちらのリュックですね。リュック、ちょっとどこに猫ちゃんいるのよって思うんですがいるんですよ。ついてるんですね。そうなんです、脱着可能なので、ちょっとコインケースだったりとか、まあ、目薬とかリップとかちっちゃいもの入れていただけます。そしてなんとなんとオリジナルの裏地にしましたので、開けるってびっくり、スマイリーが隠れてる感じになります。 なので開けるたびにちょっと楽しくなるリュックになりますね。これはサイドから開けるタイプですかね。そうですね、両方とも開きますので、両サイドから開けていくタイプなんですね。こういう感じになりますね。なるほど、はい、なので右でも左でも開けていただける感じですかね。かなり軽量なので、はい、日常使いにストレスフリーで使いやすいなっていう感じですね。ぴったりですね。で、中央背中がこんな感じになっており、そしてお尻か、皆さん待ちが知りたいかな、こういう感じでかまぼこ状になっているので、なるほど、体に沿うところはまっすぐなんですけど、ちょっとこう出っ張ったような形になっているので、フォルムが丸っこい感じで可愛いですね。ちょっと巾着っぽい感じ、そう絞ったような感じに見えるので可愛いです。こいつがなかなか可愛いで、これはもうカラビナになってますので、確かにもうお好きに外しちゃって、まあ、こっちをシンプルに使ってもいいですし、これをなんか携帯につけたりとか、なんだかんだ汎用性のあるどちらでも使えますよ、ポーチになりますね。ありがとうございます。はい、そして続いてが、はい、まあ、ショルダーバッグですかね。そうですね、ちょっとボディ系の感じで、この子もどこにいるの、ニコちゃん、いるよいるよです、ボディバッグ。はい、でこれもさっきと同様でカラビナになってますので脱着が可能となってます。で同様といえばチャッチャラーンです。こっちも開けてニコちゃんがいる感じですね。意外と同色で黒とかでシックな感じですけど、中を開けると明るいので、そうなんですよね、中が見やすくなってますね、ロゴが入ることによって。でこれで一つ目のお部屋で、あと二つ目はポケットになっているので、ここにスマートフォンとかもパコッと入りますし、500のベッドがね横にこの、大きい方のお部屋には入るんですね。はい、入っちゃうので、ちょっとなんかボディバッグ物足りないなみたいな方はこれぐらいのサイズおすすめです。男性でも使いやすいぐらいの、もう一見もう、ね、男女全然大丈夫、いけそうな感じですね。はあ、なので、まあ、この辺をちょっとどう使うかで、スマホとかのネックストラップとかにちょっとつけてみたりとか、もう全然外しちゃって別で使ってもいいですし、意外と使いやすいサイズ感なので、ちょっと虜になる感じですね。ありがとうございます。はい、こちらの方が、まあ、ショルダーもリュックも共通してブラックとネイビーと、それからベージュですかね、しました、ベージュですね、ベージュですねでカーキ、カーキの色になります。緑に近いようなカーキの色になっております。おのおのにちゃんと顔がついてますので、配色がねちょっとずつ刺繍の配色が異なるっていうところがポイントになっております。はい、って感じです。この辺もレジャーシーズンが9月以降になると、到来してくるので、10月11月のレジャーシーズンに向けてぜひ、まあ、旅行のお供だったりアウトドアバッグとしても使っていただきやすいかなと思います。ぜひご検討ください。